はい、今回はですね、この記事を読みながら感想をちょっといろいろと話していこうかなと思います。これご覧になった方もいると思うんですけども、新型コロナウイルスに過剰反応しすぎなんじゃないかなと。で、何と比べるかっていうと、まあ毎年ね、このシーズンになってくるとやってくるインフルエンザってね、皆さんの近所でも流行ると思うんですよね。まあ今年の風邪はしつこいとか言ってもう何十年も言ってますけども、まあ、この毎年のインフルエンザの患者数っていうのは、感染者か。これっていうのは実は1000万人いるそうなんですよ。毎年毎年10人に1人がインフルエンザにかかっていて、で、自然にそれがね、治っていて、インフルエンザかかったまま出勤したりとか、お弁当食べたり、ランチ会行ったりとか、コンサート行ったりとかね、いろんな活動しながら、まあ熱はあるんだけども、そのうち引いていくみたいなことらしいんですよ。ただね、やっぱ1000万人もかかると、お亡くなりになる方も、まあ、0.1% ぐらいいて、まあ毎年インフルエンザ、流行りのね、病で1万人ぐらい亡くなるそうなんですよね。で、去年も1万人亡くなっている、一昨年も1万人亡くなっているというふうに単純に見ると、今回の武漢熱っていうのは、まあ、死者数をね、こうやって数字で測るのは非常に心が痛いんですけども、それほどお亡くなりになってないよっていうことだと思うんですよ。今日2月24日の時点で公表されている人数が3人ということですよね。まあ、単純比較はできないですよ。やっぱり一人一人の人生がね、亡くなるわけですから。で、この方が言ってるのが、笠子さんって方ですか。2月22日に、ここでね、書いてますね、笠子さん。あまりにも過剰反応だ。このままでは新型コロナウイルスではなく、騒ぎすぎによる悪影響で死人が出てしまいかねない。まあ、これはね、私も思うんですよ。新型コロナウイルスも危険なんですよ。不気味なんですよ。避けなきゃならないんですけども、あまりにも、この、バランスですよね。過剰反応しすぎて、経済活動が止まれば、お金がないことによって、もしくは、商品とかサービスが供給されないことによって人が死ぬっていう問題が起きてきます。新型コロナウイルスに感染もしてないのに、経済が止まって人が死ぬっていうところもあるんで、まあこう言ったらね、ちょっと乱暴な言い方になりますけども、ある程度感染することを覚悟して経済活動していかないと、なんかもうね、人類として本当終わってしまうっていうか、私飢饉が来るんじゃないかなと思うんですよ。なんか農業政策もせずに、物流もできずに、で、サービス業も、行政も、その他のね、生産活動ですよ、要するに。で、今ですら、マスクとアルコール消毒液が足りないわけじゃないですか。で、コンサートに行くのをやめましょうとか、一箇所に集まるのをやめましょうとかになってきて、地域の観光産業とかがなくなったりとか、で、ホテルがね、経営できなくなっちゃったり。でもう立ち直るのはすごい難しいですよね。一回、どっかが倒産すると同じような会社を作るのってまたものすごいエネルギーかかるわけですよね。だからどう考えていけばいいのかってことですけどね。新型コロナウイルスの感染者が県別にカウントされ国内で100人を超えたというニュースが出ると、もう何も経済活動せず全国民が引きこもりみたいなイメージを植え付けかねないけど、例年のインフルエンザの感染者は1000万人ですよ。そしてインフルエンザが原因で1万人も死んでいる。これ厚生労働省のデータらしいですね。まあそうですね、そういうのもあるんですけども、やっぱり不気味ですよね、武漢熱で1万人死んでるんですよと。通常のインフルエンザで1000万人も感染してるんですよって書いてますよね。もちろん新型は違う、未知のものゆえ通常と違う恐ろしさがあるのかもしれない。でも今のところそれほど恐ろしい感じではなさそうだ。まあこの方はそう感じてるということです。武漢以外の致死率は 0.16 というデータもある。もちろんそのデータが信用できるかできないかはわからないし、この先日本で猛威を振るい、感染者も増え死亡者も増えるかもしれない。そうですね、現時点での話ですよね。でも通常インフルエンザも1000万人感染し1万人死んでいる、ね、毎年1万人死んでるのにニュースにならないんですね。私たちもね、意識してなかったですね。そっちは怖くないのに、100人感染者が出て全ての経済活動を縮小するような方向は明らかに過敏すぎだ。ならば通常のインフルエンザをなぜもっと騒がなかったのか。1000万人も感染して 1万人も死んでいるのに通常のインフルエンザは何とも思わない。このままでいくと新型コロナウイルスによる致死率よりも新型コロナウイルス騒動による過剰な自粛のせいで死人が出る方がはるかに致死率が高くなりかねない。これそうなんですよ。私もこれはね、この2行については同意ですね。だからバランスなのかなと思うんですよ。例えばね、何ですかね、車に乗ったら一定の確率で交通事故で死んでしまう可能性がありますよね。
でも乗るじゃないですか。で、そういうのとも比べてみても、まあ、単純な比較はできないんですけどもね、なんか思うところがあるかなと思います。もちろん今時点での感想でもあり、もしかしたらこの先新型の致率がめちゃくちゃ高くなったり重症化する人が増えるかもしれない。でも仮にだよ、新型コロナウイルスに1000万人の日本人が感染し1万人死んだとしても、それは毎年起きているインフルエンザと何ら変わりない。まあ、単純に考えればそうですよね。何なんでしょうね。そのことについて今まで騒いだことある？ないでしょう。つまりその程度までなら通常のインフルエンザの対応でもいいということだ。単純に数で測るとそうとは言いますね。明らかにメディアはおかしい。ここぞとばかりに不安商品を目玉にしている。もちろん信じがたき日本政府並びに厚生労働省のありえないずさん対応や不安や煽る材料になっている彼らのせいで感染を拡大しているのは事実。すみません、読み方ただただしくって。それでも1000万人感染して1万人死んでも毎年起きていることに過ぎないのです。過剰反応しすぎ。このままだと過剰反応による悪影響が新型ウイルスの悪影響をはるかに上回り、皆さん自身の生活を蝕んでいくだろう。これは私も思いましたね。新型ゆえこの先の動向を注視し、警戒すべきは警戒すべきだけど、あまりにも過剰反応しすぎるのは違う命を殺しかねないことを頭に入れておいた方がいい。私はこの切り口結構好きですね。過剰反応は新型ウイルス以上に害悪だという意識を持った方がいいと。はい、あくまで現時点での話であり、この先の動向により真逆の話をする場合もありますが、現時点では明らかに過剰。これはね、本当そうかもしれないですね。本当ね、お亡くなりになっている方がいるところで、あまりこういうことは言いにくいんですけども、確かに去年も一昨年も新型コロナウイルス、武漢熱がなくても、インフルエンザではね、人はお亡くなりになってるんですよ。でも、そのことについて、特にニュースで取り上げたり、私たちが気にしたりはしてないんですよね、実はね。今回もね、例えば80代の方が亡くなりましたって言っても、新型コロナウイルスにかかって亡くなったのは、それは確かに痛ましいことなんですけども、じゃあ去年インフルエンザでお亡くなりになった方1万人いるのに、その方たちについてはどうなのかなってことを考えると、まあどんなことでもね、何かの病気にかかって死んでしまうっていうのは気の毒なことだと思うんですよ。で、新型コロナウイルスだけはものすごく大変なこと。他の病気にかかってお亡くなりになったことは、まあニュースにならない。もしくは多すぎていちいち取り上げてられないってことになると、一体何なんだろうなと思っちゃうところはありますね。で、少なくともね、1万人お亡くなりになっているインフルエンザ、毎年ですよ、と、現時点で3人の方がね、お亡くなりになったっていうふうに聞いてますけども、この国内で、新型コロナでね。3人の方がお亡くなりになった新型コロナウイルスで、これほどまでに経済活動、社会活動を止めるものなのかなって考えたときに、皆さんはどう思うかってことですよね。今回はこのぐらいにしときましょうか。なんかね、やっぱり私もね、まあ、新しい情報を取れば取るほど、考え方は変わりやすいんですよ。それは当然ですよね。見える景色が変わってきますから。で、自分が今、こうなんじゃないかなって思うことにも、それほど確信がないのも事実なんですよ。この武漢熱に限らずですよ。いろんなことに対してです。まあ、ですんで、やっぱりね、確信を深めれば深めるほど、そうじゃないんじゃないかっていう風な反対方向も考えていく必要があるのかなと思いますね。本日はこのぐらいにしておきましょう。では、失礼します。